そりゃね、あの当時はね。ガルベス元気にして知らねえよ。もう、ガイタレは、もう俺、外国人タレントって思ってるから、ガイタレ、野球選手、知らねえよ。いなくなったら。な。知らないっつうの、もうお前ら追っかけやれよ。その後、優勝予想なんですか？俺は、今日の結果見て、俺、阪神ファンだけど、本当申し訳ねえ。このユニフォーム着てるけど、ヤクルトだ。やっぱヤクーだ。これはダメだ。投手が、ダメ。これね、6月ぐらいまで修正しねえと、阪神、6回以降は、ズタボロになるぜ。マジで。3打数3安打とか打ってんの？いやー、抑えがいねえっていうの。大太郎、本当ありがとう。いやー、俺ね、先発じゃなくて、お前一回だけでも、全力でいけっていうのが、秋山あたり入れたらいいんじゃないかな。あれが、球速いし。リーバー入れたらいいんじゃないかなと、俺は思うんだけどね。8回ぐらい。で、勝ってる試合だよ。負け試合は投げさせてやダメだよ。秋山になんか。もう負け試合は岩崎とかに投げさせるとかいいんだよ。っていうか、今日岩崎を、あそこで、チョイスしたの、矢野のミス。嘘だろって俺思ったもん。俺はもう一回、藤浪に投げさす方向で行ったよ。あの点差だったら。なんで、グランド出てきてんの？おめえって。帰れ帰れって言えばいいじゃん。もう、いいえって帰れ帰れって俺投げるって、なんで言えねえのかな？交代しねえよって。そんな突っ張るぐらいじゃねえとダメだぜ。そう思わねえ？俺はやれるって自分で自信持ってんだ。今日はやれるって思ってんだったら、返していいんだよ。もう話もしたくないんだよ。何がピッチングコーチだよ。そんなことは言われなくたって全部わかってんだよ。うるせえこと言ってんじゃねえよだよ。もうね、他がいねえんだよ、隙間。もう、弾がないの。そらしゃあねえよ。ブルペン見たって、
投球練習してんの二人ぐらいだよ。ああ、あれじゃダメだ。それも本気じゃねえんだから。ああ、藤川ちゃんがいた頃ね。うん、あれはもう1985年の優勝、阪神タイガースかな。確かそのぐらいだったと思うけどな。大阪脇に湧いてたよ。俺はその頃は東京にいたから、いやー俺大阪行きてーと思ったもん。おう、阪神すっげえなこれって、羨ましいわーと思ったもん。まあ特に俺はほらリトルシニアやってたから、公式の野球を。だから甲子園って夢だったのよ。で甲子園はホームだから、阪神はなんとなく阪神タイガース好きなのよ。ジャイロはね、握りはみんな分かってんだ。でも投げ方は分かってない。全盛期の藤川打てないよ。だからメジャーに行く前のだろ。そんなこと言ったら、そんなこと言ったら、巨人の江川の球も打てねえよ。みんな球の下振ってんだから。歴代の選手で一番好きな選手だ。俺はノムさんだな。この人は、完璧に野球理解して。次は、キャッチャーで野茂さん。ピッチャーは桑田真澄。もうこの二択。うん。俺はね、素晴らしい功績を残してるよ。まあ、桑田はもっと、何回も山に、わかんないけど、桑山なんか、あれなんかクソ高だから、知的っていうか、野球を、なんていうの、根性論で語らないじゃん。桑田も、野村も。そこはいいんだよ。わかる？そうよ、王の、王さんが日本記録っていうか世界記録だけど、うん、まあ世界記録で言えば野茂さんは2位だから。カートは今度、ああ、ダメだからな。ああとか言ってガナってるだけだからな。うるせえんだよ、ほんと。ああいうの、ああいう大阪人がいるから、大阪人ダメだとか言われるんだよ。だって清原より野茂さんホームラン打ってんだからな。鎌田の
俺解説とかあのテレビで聞くとムカつく。せなおめえよって。だからかよ、代打も代打で何もしなかったやろうかよって。お前ね、もう何やったんだよって。春日よ。ポンズは本物ですかね、知らない。まだいい。開幕始まったばっかだからわかんねえけど。でもね、阪神はね、もう矢野が今年引退決めてるから、意外と、ここで若手ガンガン使っていく可能性はあるよ。なあ。カートはもうあれはどうでもいいんだよ。うん。バカなのかなと思って。来季誰が監督だと思います。赤星あたりがやってくれるといいんだけどね。俺の予想ね。ないかな。どう？悪くないだろ。俺の予想だよ。いや、そこ行くかどうかわかんないけど。ああ。いや、落合はもう監督やらねえっつってんだ。もうあんなの監督なんかやったらもう、めんどくせえって言ってんだから、あの人は。赤星いいかもしんねえな。岡、もう岡ちゃんはもう やらないよ、もう。だって、あれ二軍監督もやって、一軍監督もやってんだから。また戻ってくんの？で、じゃあ組み立てんのどうすんのって。新庄はいらねえだろ、あれ日ハムだから。ビッグボス。新庄って書くな。ビッグボスって書いてあれ。登録名ビッグボスにしたんだから。平田だけはやめてほしい。ホームランバッター、うん。エセホームランバッターな。ヤブ？ヤブとかもうだってピッチャーとしては、終わってんだろ。新庄はまだまだ小ボスだよ。わかんねえよ、化けるかもしんねえよ。俺は面白い男だ。だってさ、みんなもさ、配信者見ててさ、こいつ面白いなってどっかでスイッチ入るときあんじゃん。まあ俺のはあんまりねえけど、こいつ面白いなってスイッチ入るときってない？俺はあってもいいかなって。うん、なるほど。うん、まあ確かにな、ファームはな、しゃあねえな。確かに。もうファームなんてよ。プロ野球ってどこら辺に楽しみを見出せばいいんだよ。誰か一人の選手のファンになってあげることかな。うん。俺は、その一人の選手の、あ、今日はこうだったな。今日はダメだったな。なんであれかな。あ、打席ちょっとホームベース寄りに変えたなとか。あ、ちょっと、あ、
開けたなとか、あ、もうそういうの見る。特に佐藤輝は俺見る。佐藤輝今日開けてたろ。前までインコースギリギリだったんだよ。ああ。あれね、スライダーうちのパティーンよ。ああ。でも、バカが本当にスライダー投げて悟ってる、チョーンだよ。お見事。やっぱセンスあるよ。うん。センスある。だから、佐藤輝明って、なんか、ホームランバッターってイメージがあるんだよ、みんな。相手チームは。実は。だけど、小細工うまいし、足速いし、盗塁だって去年すげえで。うん。で、また中野もいるしな。あんな毎日試合やってたら選手も7となると思うんですけど、軽打もできますよね。ああ、普通のヒットっていうか、ギダも、あ、うまいよ。小太鼓うまいよ。うん、生きることなんか、守備がうまいから早く三塁行って、だから大山の話だろ、さっきの。今日のあの大山、俺、あれで終わったんだと思ったよ。あ、抜けたって、あれは、もう、さばけって思った。お前なんで三塁なんだよって。誰が一番早いの？早いっていうのは、あ、ピッチャーのスピードで？どうだろうね。現状今、大谷翔平がメジャーで今163ぐらい記録してんだろ。だから、まだだよ。本ちゃん入ってねえけど、開幕したら、下手すりゃ170ぐらいかもしんねえよ。うん。甲子園は感動するけど、プロ野球はね、まあ、ウェットはな、甲子園オタだからな。でも、タイガースもいい、悪くはねえよ。うん。うん、俺ほら、日本橋から一本で、甲子園の駅まで行けるから。バカ見てね、ユニフォーム着て、テクテク歩いていくけど、うん。そうそう。隙間知ってんのね。そうだよな。隙間言ってたもんな。ちょ、もう一回取り入ってきていい？今回は、うんこ。でも、すぐ下痢だから。すぐ戻ってくる。ごめん。ああ。
でしょ。おまたんせ。ごめんね。甲子園みたく系統の野球の方が面白いってこと？まあな。でもさ、昔のさ、西本とかさ、江川とかさ、まあ桑田とかの先発完投、もうあれが当たり前だったじゃん。なんかどっからか、まあ野茂さんが変えたんだけどね。うん。そこはね。大阪強いんだろう。あ、大阪ね、あのシニアリーグがめちゃくちゃ強いんだよ。うん。もう強烈に強いの。あ、ちょっと待って、もう一回うんこ してくる。これで2回目でもう一回は行かないから。ちょっと待って、シニア強いんだよ。大阪はボーイズリーグとシニアがある。ビーシュー痛くねえかんな。ごめん。あよ。トロリング、なんだ。でもあれじゃねえかよ、ウェットよ。最近はプロ経験者が高校の指導者にもなってんじゃん。痛風で足が痛い。あの食生活改善しれ。うん。聞いたことあるようなないような。甲子園のだろ。違った？俺あんまり変なこと言う。いち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 あのマウンド行ってピッチャーの仕草とか言うやつだろ。くせえの、うるせえなみたいな。俺テレビに、俺は立ってねえから、甲子園のマウンドには。だけど、見てて、この審判、うるせえな、何言ってんのかな、みたいな。何、なんか、マウント取ってんのかよ、って。
ムカついたよね、俺は。おめえはボールかストライクだけ見てりゃいいんだよ。アウトかセーフか。ってことだよね、みんなね。じゃね、なんか、個人的に、ピッチャーの心理状態になんかコメントする必要ないんだよ。それはチームがやるだけだから。バカなんじゃないの。ストライクコールがマジで、まあ。坊ちゃん寝てんのかな、俺の放送なのに。坊ちゃんもう米打たねえとか言わないで打ってくれたらいいのにな。俺んとこは来てくれりゃいいの。ああ、上と、俺はあの人のことを大好きよ。うん。仲良くしてもらった。そういうのロングだろ、めんどくせえから見たくないし、噂で聞いてるから。もうちゃん、まあでもな、帰った時間がいらねえだろって。お前ラッパの身ブロック全解除してんだから、今からブロック祭り行くからな。マジでお前、傍若のこと、脳が汚れたやつは全部ロイッカンな。おい。クソがや。ごめんなさいしろよ。いらねえだろって何を根拠。はい、ブロックでーす。はい。ああ、構造よ。はい、ブロック。いなにブロックされてーって。おめでとうさん、何言ってんだよ。明石、そういう無駄情報もいらないんで、アイブロックです。はい、お疲れさん。サウスポーってやっぱスライダーが一番効くんかね。いや、左利きは、何のボールが効くかな。肩口からのカーブは効くよ。ああ、ほら、連合が言ってんだ。左バッターに対するカーブだよな。右は合わせてくるから。うん。スライダーにすると、うん。やられるから。左バッターだったら、俺だったらカーブで、いわゆる昔で言うところのドロップ。うん。なつのが曲がらねえから、知らねえよ。ああ、もう曲がらねえから打たれる。じゃあ、打てや、それ。世界の方が何言ってんだっつうの。だから、今ね、野球界にカーブブームが起こってんのわかる？なあ。カーブを投げるピッチャーがだんだん増えてきてんのわかる？地味に。俺さ、カーブ、若干投げてるピッチャー増えてきてねえみたいな。岡島ぐらいだぜ、昔。いや、まあ、桑田もそうだったけど、まあ、カーブで有名だったのは、俺の中では岡島ちゃんだから、
あっちゃんもデホイの。岡島のカーブも、あれは打てねえやな。おう、あっちゃんもデホイな。みんなにバカにされてたけど、それで投げちゃって、ちゃんとミットに収まっちゃってんだから。素晴らしいね。うん。海外からのパワーカーブ、ナックルカーブが入ってきましたね。なんかね、今回甲子園見てて、変な知識を入れた投手がいて、あいつは絶対プロにはなれない。握りで、ナックル投げてるバカいたろ。あれどこだっけ？なあ。